四つ組んだりって二つあるじゃないですか、うんはいはい、押っつけたりもう三つぐらいあるんですよ、基礎の差で琴奨菊はこれしかないんですよ、左四つしか、はい、その差が出てるんでしょうね、はい、今なるほどね、そうですね、琴奨菊は今日も左を差して安定してますね、琴奨菊の相撲は、やっぱりこの位置に来てもう一つ上大関を狙うということになればまず安定感というのが求められますから ね、 そうですね、岸の里には期待してるんですけどね、さあ今度は大関が登場してバルトに竹風の対戦、福山さん、はい、この対戦5回あるんですが竹風の方が1勝リードしてるんですよ、まあ、大関になってからまだ対戦ないんですけど、ね、まあ、27センチ身長違いますんで、ね、これだけ身長差がありながらねやりづらいっていうのもあるんじゃないですか、それが意外にあの懐に入ってまともに押し出したりする相撲もあるんですよね、ごまかして勝つというふうなちょっと言葉悪いですけどね、そういう相撲じゃなくて今真っ向勝負でね、まあ、そういう相撲はまた相撲の魅力になりますけど、ね、そうですね、もうバルトの方が嫌だなというふうな思いがあるとすればあるんでしょうね、もちろんでしょうね、身長差が26センチですね、26センチ今日はどんな相撲になるか、バルトが大関に昇進してから初めてです、竹風の初めての当たってなかったんですね、バルトもいっぱいを守っておきたいところですが、嫌な思いは跳ねのけたいバルト、時間いっぱいです、入った今日はもう完勝、しっかり見ていきましたね、はい、さっと右が入って、まあこれだけ身長差がある人に右の腕を刺されたらもう竹風状態が起きてしまいます。